就職氷河期は社会的に就職難となった時期の通称。リクルート社の就職雑誌、就職ジャーナルが1992年11月号で提唱した造語であり、1994年の第11回新語、流行語大賞では審査員特選造語賞を受賞した。就職氷河期に該当する世代は、1970年から1982年。 あるいは1984年までに生まれ、1990年代半ばから2000年代前半に社会に出たり、2000年前後に大学を卒業した2019年現在において40歳前後や30代後半から40代後半を迎える世代のこととされている。バブル崩壊後の就職が困難であった時期を指す後、 バブル崩壊前の就職状況第一次石油危機後の1970年代半ばから1985年までは、日本の労働市場における新規求人倍率は0.9倍から1倍、有効求人倍率は0.6倍から0.7倍の間で推移していた。しかし1985年9月のプラザ合意と、それに伴う円高をきっかけに、日本経済は低金利政策で、 内需主導のバブル景気に入り、企業が過剰な設備投資と雇用を行ったため、有効求人倍率は1.4倍まで跳ね上がり、バブル景気が本格化した1988年から1992年まで1倍を上回る状況が起きた。就職氷河期突入1990年1月より、株価や地価などの暴落が起こり、バブル崩壊と呼ばれる様相を呈し、 翌1991年2月を境に安定成長期が終焉した。景気が後退する中でバブル期の過剰な雇用による人件費を圧縮するために企業は軒並み新規作用の抑制を始めた。さらに同時期の正解では短期間で枠組みが著しく変動する大混乱のさなかにあったため政府が景気対策に本腰を入れて取り組むことが困難な。 状況であった。それでも、1993年を底として景気が緩やかに回復し、1997年新卒の就職状況は一旦は持ち直したが、消費税引上げなどの緊縮財政に加え、1997年夏のアジア通貨危機、不良再建処理の失敗から1997年下半期から1998年にかけて大手金融機関が、 相次いで破綻したことなどで景気が急速に冷え込んだため、再び就職状況が悪化した。この時期は、求人数の大幅削減のほかに、企業の業績悪化や、新興国との競争激化によって、新卒を企業人として育成する余裕がなくなり、現場に即投入できる、即戦力を新卒に求める風潮が現れた。これにより、雇用のミスマッチが発生し、 単純に求人数が増えても失業率が下がりにくくなり収入と生活の安定を求めて本人の能力や専門知識とはかけ離れた職場に嫌をなく入らなければならなくなりそのような環境下で短期間で解雇に追い込まれる状況が発生した。また大卒者の就職についても1996年に就職協定が廃止されて以後は 企業が優秀な大学生を囲い込むべくはお互いが発生し、こうした環境の変化により多くの大学生に混乱と過重な心理的負担を与えることとなった。さらに1999年からトライアル雇用が始まり採用後、トライアル雇用期間中であれば、すぐに解雇しても違法にならず新卒でも即戦力にならないとすぐに解雇される新卒ギリや、 新卒使い捨てが行われるようになった。このような背景があり、有効求人倍率は1993年から2005年まで一応下回り、新規求人倍率は1998年に0.9まで下がった。また、バブル期に比べて、新卒者が困難な就職活動を強いられたため、フリーターや派遣労働といった社会保険のない非正規雇用になるものが増加した。 就職氷河期の一時集結と既卒者の就職状況を2000年代、半ばの輸出産業の好転で雇用環境は回復し、2005年には就職氷河期は一旦集結した。新卒者の求人倍率は上昇し、2006年から2008年の3年間は一転売り手市場と呼ばれるようになり、有効求人倍率は2006年から2007年にかけて一を上回った。 13年近くにわたる採用抑制の影響により、多くの企業で人手不足となっており、労働環境が過酷になるブラック企業が増加した。また、採用抑制の結果、従業員の年齢構成が歪になったため、技術、技能の伝承が困難になっていた。このため、企業はそれまでの態度を覆し、こぞって新卒の大量採用に走り、 求人倍率そのものはバブル期並みもしくはそれ以上とも言われていた。特に金融関係の採用意欲は強く、大手メガバンクの中には一度に数千人採用した例もあった。ただし、氷河期に比べれば採用基準は緩和されたものの、依然として厳選採用の傾向にあった。優秀な学生がいくつも内定を獲得した一方で、内定を一つ得るのに苦労した学生もおり、 内定格差のある言葉も生まれた。また新卒者の雇用環境が改善される一方で、既卒者の雇用環境は厳しいままであり、世代間による雇用機会の不均衡を指摘する声が強まった。日本の労働市場における採用観光は、新卒一括採用と年功序列に変調しているため、 企卒者の就職が著しく不利になっているから、卒業後すでに相当の年数が経った、氷河期世代の求職者、特にそれまで正規雇用されたことがないものは、極めて不利な条件下に追い込まれている。段階の世代の定年退職による、労働力減少への対応についても、大多数の企業は、新卒者ないしは、賃金の安い外国人労働者、 定年退職者の再雇用によって補うことがあり、必ずしも氷河期世代の救済にはなっておらず、非正規雇用の割合は2008年まで上がり続けているという状況がある。新卒採用2005年3月高校、中学新卒者の就職内定状況等によれば、規模が500人以上の企業においての求人数は1992年の約34万人をピークに、2004年には、 約3万人にまで激減しており、また製造業での求人数も1992年の70万人で、あったのが2004年は8万人に激減した。要因としてはいくつか言われており、例えば、大手企業が大卒者等の高学歴化へのシフトなどが指摘されている。新卒時は後継期であった段階ジュニアの高卒者も、また、 1997年のアジア通貨危機や1999年の産業再生法施行後には人員削減により不安定雇用に追い込まれた者も,も少なくない。高校に来る求人が大幅に減ったため学校側は消費者金融やパチンコ屋といったかつては考えられなかった職種の求人も受け入れるようになった。ただし就職難を背景に次第に大学などへの 進学率が増加し、高卒での就職率が減少したこと、また、大学生などとは異なり、就職希望の高校生で就職できなかったものは、専門学校などへの進学に進路を変更した者も,も多かったため、大卒などの就職難に比べると、高校新卒者の就職難はあまり深刻視されなかったという面もある。大卒者の雇用環境も、この時期に厳しく悪化した。 リクルートワークスの調査によれば、1991年をピークに求人倍率は低下傾向で推移し、2000年にはついに1倍を下回った。多少の変動はあるものの、2002年を谷とする景気の回復に伴い求人数が増加するまで長期間にわたって雇用環境は厳しい状況となった。その結果就職率も惨憺たる状況となった。 学校基本調査によれば、1991年の81.3%をピークに低下を続け、2003年には55.1%と最低記録を更新し、就職氷河期の中でも最も就職率の低い時期となった。また、この1990年代以降には、幸運にも新卒や新卒相当で正社員の地位にありつけたとしても、 たまたま求人があった全く畑違いの業種に飛び込まざるを得ない状況もあり、本人の志望や専門とはかけ離れ、大学の専門教育で身につけた知識や能力が役に立つ機会があるとは到底思えない、本意とは到底考えがたい仕事しか選ぶことができなかったものや総合職や専門職の新卒の正社員として就職できぬまま単純労働者や非正規雇用となった。 工学歴者が様々な業種の末端で見られるようになった。就職難のため、大学卒業後に専門学校などの教育機関にさらに通う者も増え、意図的に大学卒業の手続きを取らずに留年して、就職活動を継続する、就職留年をする者もいる。中途採用中途採用は新卒以上に厳しい状況となった。企業が、 即戦力を要求するために、新卒時に、正社員へと就職できなかった者の,の多くが、その後も、正社員でない仕事に就職したり、引き棒型ニートと呼ばれる就職活動自体を断念したりする者も,も現れた。離職者についても、十分なスキルを蓄積できなかった者は、再就職が困難な状態となった。また、雇用政策は新卒に重点を置くために、 中途採用の方の雇用対策まで手が回らないこともあり、さらに年齢や性別を理由に、門前払いされるケースもある。人手不足が深刻な企業や団体では、特に即戦力としてのスキルを持たない、就職氷河期世代のフリーターやニートの雇用を行っている企業や団体も存在している。有効求人倍率については、1993年以降徐々に、 減少していき、1999年には0.48を記録した。しかし、その後徐々に上昇し、2006年には1.06を記録するまでに回復した。しかし、その後急激な減少に転じ、2009年には1999年に前回の就職氷河期で最低を記録した0.48をさらに下回る0.47となった。そして、 2009年7月の完全失業率は国全体で5.7%に有効求人倍率は0.42倍に下がった。その中でも25歳から34歳の完全失業率は6.1%に15歳から24歳の完全失業率は9.6%に上った。その後の求人倍率は上昇傾向であり2011年は0.65で、 あった。バブル景気前後に生まれ、バブル崩壊後の不景気と日本の経済衰退という、時代に少年期を送ったポスト氷河期世代は、就職難に直面する氷河期世代の後ろ姿を見て育ったため、安定志向や大企業志向が強まっている。そのため、中小企業は、新卒が集まらない状況に直面している。2005年放送の NHK、日本の これからのスタジオ制討論においても、中小企業経営者らが、町工場は人手が全く足りない、求人を出していると語っていた。また、大手や中堅企業でも、飲食や介護など不妊企業主は、新卒の確保に苦戦している。プラザ合位からの円高で、バブル崩壊以前からすでに、日本における、労働力のコストは高騰していたが、日本企業はバブル景気による収益で、 高コスト体質による不利をカバーできていたため、旧来的な雇用形態を変えておらず、それゆえ高価な労働力を過剰に抱えていた。それがバブル崩壊を境に、いよいよ維持できなくなったことで、リストラによる余剰人員の削減と雇用柔軟性の導入が必要となった。この動きの一環として、1999年には小渕慶三内閣によって、 派遣労働が製造業を除いて原則自由化され企業が人員を削減するほど法人税を減免する産業再生法が制定された。この産業再生法の背景が1995年に日経連が発表した新時代の日本的経営だとの意見がある。この新時代の日本的経営では労働者を長期蓄積能力活用型グループ 高度専門能力活用型グループ、雇用柔軟型グループに分けており、派遣労働者やフリーターは雇用柔軟型グループにあたる。新時代の日本的経営を支えたとみられる政治思想として小沢一郎の普通の国、小泉純一郎の正義なき構造改革が挙げられる。これらの路線はアメリカ型社会の模倣、わずかな強者が主導権を握り、 大多数の弱者が貧困都市に怯える、改装社会となるなどと批判されることがある。2004年3月1日には、小泉純一郎内閣によって製造業への派遣労働が解禁され、派遣労働者は爆発的に増大した。ただし、労働者派遣法の改正審議の当時、偽装請負いが社会問題化の兆しを見せていた。派遣労働者激増の背景には、 偽装受け負い業者が一般派遣へ流れ、それまで派遣労働者としてカウントされていなかった分の増加が相当の割合で寄与しているという面もある。2001年卒から2014年卒頃はリーマンショック後の特に大学の新卒者の就職が困難になった時期である。就職氷河期の集結後、数年間続いた売り手市場であったが世界的金融危機や リーマンショック等の影響により景気は後退し、就職状況は一転した。就活時期には売り手市場のはずであった2009年春卒業予定の学生の内定が取り消されるという事態が続出し、さらに2010年大学卒業者の就職率は前年卒を7.6%下回る60.8%まで減少し、1948年の調査開始以来、 最大の下げ幅を記録した。このように一時的な就職氷河期であった上に、2014年になると有効求人倍率も1を超える売り手市場となったこともあり、この期間の就職氷河期はあまり注目されず、日本政府も前日にある1993から2005年卒の就職氷河期の支援を重点課題にしている。2000から2010年卒は、 就職氷河期であると言われていたものの、前回の就職氷河期と比べれば、就職率や、求人数、求人倍率も高いということもあり、必ずしも、就職氷河期だとは言い切れないという意見もある。2010年には公認会計士試験合格者、約2000人のうち700人が就職できず、浪人比率は、過去最悪の4割に達するほどであったものの、2000年代、前後と比較すれば、 回復はしている。人事担当者による調査によると、2000年卒から2010年卒までの就職状況では、超氷河期、または氷河期と答えている人が多かった。2012年末に第2次安倍内閣が成立し、安倍ノミクスを背景とした円安、株高が進むと、2014年卒の就職状況では、どちらでもないと答える人が多くなり、 就職状況が好転し、2016年卒の就職活動は売り手市場と言われるほど回復した。なお、2012年卒から正規雇用での就職や非正規雇用での就職に関する統計も集計を始めた。2012年卒の統計結果では、就職者が357,011人、正規雇用での就職者が335,048人、 非正規雇用での就職者が2万1963人であったが2018年卒は3.0%となり減少傾向である。将来の成長性に限界のある日本よりも海外の新興国に活路を求める企業はグローバル戦略での海外への展開にあたって 外国人労働者の採用を年々増加させており、単なる求人数の減少のみならず、外国人との競争という前回の氷河期にはなかった逆風現象も起きている。その他にも、大学進学率が5割を超え、大学新設などにより、大学の数が増加して、大学生の数が増加したこと、学生の大手志向により、大企業に就職希望者が殺到していて逆に、 中小企業には就職希望者が集まらないこと、企業が優秀な学生を採用する厳選採用を方針としていることなどが挙げられる。また、就職氷河期の影響で就職できなかったものの対策として厚生労働省は卒業後3年以内を新卒扱いにする指針を打ち出した。なお、2015年卒で基礎者の受付をした企業は、 全体の66.0%であり、実際に基礎者に内定を出した企業は14.2%であった。また、前回の氷河期から続いている採用活動の早期化が行き過ぎ、学業がおろそかになりがちなことや、海外留学などの活動に手を出しづらくなっていることへの反省から、日本防衛機会が採用活動の開始時期を遅らせること検討したのを、皮切りに、 経団連などでも同様の検討がなされた。経団連は2011年卒移行時期を変更する措置を取り続けてきたが、採用難が続く現状ルールを徹底することが困難となり21年卒以降のルールの撤廃することとした。就職氷河期であるからといって、すべての都市、業種、すべての学部、学科で就職状況が厳しいわけではない。 例えば、1倍を下回っていた2000年卒でも、流通業は3.19倍もの求人があり、流通業は売り手であった。また同年は、文化系求人倍率が0.83だったのに対し、理科系求人倍率が1.26倍となっていた。また、1998年卒は10月1日時点で73.6%。 12月1日時点で84.8%と段階の世代の穴埋めで売り手市場と言われた年よりも高い内定率を出している。高卒においては工業化の就職率が普通化や商業化と比べて高く就職では優位にあった。氷河期出身者の中でもセクター別に見通した場合、就職難を経験していないものも存在している。大都市よりも 地方では有効求人倍率が低い傾向にあり、バブル景気の時期や就職氷河期が一時集結した時期でも、北海道や九州では有効求人倍率が一を上回らなかったという現状がある。就職氷河期である2000年卒を除けば、新卒の求人倍率は1倍以上を保っていたにも、かかわらず、数十社回っても内定が一つも取れない学生が、 続出するという現象が起きていた。この原因は、前日の氷河期の中の売り手市場と大都市と地方で触れられていること以外にも、求人は出すが、応募者に厳しい要件をつけるいわゆる厳選採用の存在が挙げられる。さらに一部の中小企業などで、営業職などで、新卒者を大量採用して採用後、すぐに飛び込み営業や電話での勧誘をやらせ、 契約が取れないあるいはノルマが達成できない人を解雇しわずかな売上成績上位者だけを残す新卒ギリあるいは新卒使い捨てが行われていた。就職氷河期が再来した2010年卒の求人倍率は1.64倍であり、就職状況が良くなったと言われる2006年卒の1.60倍を上回っているにもかかわらず2010年卒が 就職難であると指摘されるのは、求人は出しても即戦力になりうる人材がいなければ、採用者を出さない企業が増えているためだと考えられている。また、企業の採用計画がの並みで揃った後に、急激な景気の変動が生じ、求人数と実際の採用数に乖離が出たためだと指摘する者も,もいる。このような現状があるため、 公共時と不教時とで単純に求人倍率の比較はできない。就職率に関するニュースなどで使われている新卒の就職内定率は毎年90%を超えているが、これは就職を希望する人の内内定が確定した人の割合だからである。そのため、大学院、就活塾、予備校等へ進学を希望した人や就職活動を諦めた人は、 母集団から除外され、内定率は90%以上になる。なお、就職率は卒業者数のうち、就職した者の,の割合であるため、留年した者は母集団に含まないが、卒業した人は、進学した人でも就職を諦めた人でも、母集団に含まれる。学校基本調査の統計では、2011年卒までは、職についた者について、 就職者と一時的な仕事についたもので区分されていた。しかし、2012年卒以降、就職者を正規の職員等と正規の職員等でないものに区分されるようになった。なお、それぞれの区分は以下の通りになる。就職表価期を挟んだ時期の雇用関連指標を一下に掲載する。内定率とは、就職希望者数のうち、 就職が決まった人の割合のことである。そのため、就職を希望しない者、諦めた者は、母集団に入っていない。下の表は、人事担当者が答えたその年の就職戦線の状況である。赤い部分がその年で多く答えた分類である。大韓民国では、アジア通貨危機の1997年以後に景気が急激に悪化し、近代中政権による、 労働法制の改悪が追い打ちをかけ、不安定労働者が激増している。2007年時点の20代は、日本の同年代生まれと同じく就職難に遭遇し、契約社員や受け負い、派遣、アルバイトパートなどの不安定雇用に泣き寝入りしているものが非常に多い。韓国で若者就職難を平均賃金88万ウォン、88万ウォン世代と呼ばれている。 この世代の月収は日本円に換算して約68,700円に相当する。このような状況を揶揄して減る朝鮮というスラングも登場している。中華人民共和国では2003年頃より大卒者の就職難が深刻化。就職率は7割前後に止まっているという。また、地域によっても格差が激しい。中華人民共和国の要因要因としては 高学歴者の増加雇用のミスマッチが指摘されている。経済成長が続く中華人民共和国では、全体的には人手不足感、それに伴う賃金上昇圧力が強まりつつあるが、大多数の企業では低賃金で単純作業をこなす労働者を欲している。一方で高学歴者の需要はそれほどではないため、高学歴者の増加に需要が追いついていない状況にある。 中華人民共和国の就職氷河期の影響後、学歴者の供給超過はという状況を作り出している。特に、賃金低下は、さらなる就職難を招く、悪循環を引き起こしている。中華人民共和国の大学は、年間2万元以上の学費等教育費を必要と、するが、これは、農村の年収を超える額であり、農村出身の学生は、借金をしながら通うことになる。 そのため、卒業後に借金を返済しながら、生活をするためには、初任給に2500件以上が必要という。ところが、高学歴史者の供給超過は、初任給の低下を引き起こすようになる。この結果、一定額以上の収入が必要な新卒者は、就職を見送り、翌年、工場券の就職口を探そうとし、一方で、翌年は、新たな新卒者が、 労働市場に供給されるため、さらなる供給超過、賃金低下に陥るという悪循環が形成されているという。日本、韓国、中国以外の国でも1990年代から2000年代のグローバリゼーションに遭遇した就職氷河期が存在する。折氏も1991年の総量規制によるバブル崩壊時を同じくして、 世界情勢は1991年12月のソビエト連邦の崩壊による冷戦の終結という歴史の転換点を迎え、経済面でも急遽三権が市場経済化するなど極めて大きな変化がいくつも生じた。グローバリゼーションが進み、労働力の供給源が日本その他の先進工業国から中国をはじめとする。 新興諸国へと大量に移動していったこともその一つである。解雇規制の厳しいヨーロッパにおいてはすでに職についている中高年層の解雇や賃金カットが難しいこともあって若者が就職難に直面している。特にスペインでは若年層の失業率が極端に高く25歳以下の失業率は43.8%となっている。フランスでは 雇用を流動化させるために、新規雇用して2年間は、理由がなくとも解雇ができる法律を2006年に制定したが、当の若者自身の反発より撤回に追い込まれている。ただし、フランスでは実習生制度を正式採用前に、優秀な人材を選別するシステムとして、運用している会社が多いが、実質的には、解雇自由の状態で若者を働かせることができる。 システムとして機能しており、若年層の解雇規制には抜け道がある。実習生は、正社員と同じ仕事を長期に渡り続けているにも、かかわらず、月給200ユーロ程度の極端な低賃金で雇われることもあり、社会問題となっている。日本では、就職氷河期時に就職活動を行った世代のことを、氷河期世代と呼ぶ。 内閣府は2019年6月21日の閣議決定、経済財政運営と改革の基本方針2019において、現在30代半ばから40代半ばと定義しており、厚生労働省は2019年8月30日の発表において、1993年から2004年に学校卒業期を迎えた世代を指し、 中心層は35歳から44歳と説明している。2019年現在の30代半ばから40代半ばは、概ね1975年から1986年生まれに相当する。大学卒業者の場合は4歳ほど上にずれるので、氷河期世代の範囲は2019年現在で37歳から48歳となる。その他、貧乏くじ世代や、 ロストジェネレーション、キ民世代などと呼ばれている。この氷河期世代には安定した職につけず派遣労働やフリーターといった社会保険のない不安定労働者であるものが非常に多い。反貧困の著者である湯浅誠によると、不詳で解雇された氷河期世代の派遣労働者は夢は自爆テロと言い放ったという。高度経済成長期の終盤から 安定成長期にかけて生まれた世代で、おおむね段階ジュニア、ポスト段階ジュニアに分かれる。段階ジュニアは、昭和時代のうちに義務教育を終え、昭和の時代や冷戦の世界や後継期の時代を知っている。ポスト段階ジュニアは、学齢期に冷戦終結や東欧革命、バブル崩壊に遭遇し、グローバリズムが世界を席巻し、後継期の時代を知らないまま、 就職難は折り込み済みの時代に育った。内閣府及び厚生労働省は、ポスト段階ジュニアを氷河期世代の中心層と捉えており、当世代に対し、就職氷河期世代支援プログラムを掲げている。ただ、内閣府及び厚生労働省による、氷河期世代の世代定義は、高卒者を基準にしているため、大卒者との間には4年のタイムラグがある。 日本における出産時の母親の年齢階級別割合の推移就職活動が長期化するうちに引きこもり状態になってしまった者も,もいる。労働力調査基本集計及び詳細、集計のによると就労せず家事も通学もしていない者が約40万人に上る。また、氷河期世代の職が不安定であったことによって未婚化、晩婚化が起き、 20代の出産の減少と30代の出産の増加により分散されている。1980年代前半生まれは収入に見合った消費をしない心理的な態度を持っていることからいや消費世代とも呼ばれている。生活を親の年金に依存するパラサイトシングルもおり7040問題とも言われている。氷河期世代の前の世代である。 バブル世代も段階ジュニアの高卒者と同様に1997年のアジア通貨危機や1999年の産業再生方行後による人員削減により不安定雇用に追い込まれたものも少なくない。氷河期世代の後の世代はリーマンショック後及び東日本大震災後の一時期を除き売り手市場が続いており2018年3月の大卒の 就職率は77.1%とバブル期並みの就職率となっている。しかし、2020年に入ると、新型コロナウイルス感染症の流行による経済、雇用環境の悪化に伴い、2021年、卒業生の就職環境は売り手市場から一転して、求人倍率や就職内定率が前年に比べて大幅に低下しており、 新たな就職氷河期の再来が懸念されている。ありがとうございます。